生麺現場風うどんの肉汁漬けうどんとなす。ごぼう店武蔵野うどんでは、東京都北西部の多摩地域から埼玉県西部にかけて広がる武蔵野大地一帯の地域で古くから食べられてきたうどんについて解説する。多摩川と荒川に挟まれた武蔵野大地は赤土だしかも密度の高い関東ローム層は保水性に優れているため、作物には理想的な地層構造になっている。 しかし、第一内には大きな河川がなく、米作に不可欠な水源に乏しい。そのため、武蔵の地域は、江戸時代から小麦、大麦を中心とした農業地帯として発展し、うどんはその代表的な郷土料理となった。水田をまかなうほどの水は確保できなかったものの生活用水や小さな川はあり、水車製粉が盛んに行われてきた歴史がある。 各家庭でうどんを打つ習慣があり、日常的に食べられていたが、正月やお盆に本家に集まった、親戚一同の米に代わる、ご馳走としても欠かせない食べ物とされ、一部の地域では、観光総裁で一連の会食が終わった後に、本膳としてうどんが出されてもいる。136から140、190から191。武蔵野では、うどんが打てなければ、 女は嫁に行けないとまで言われた時代があったほどである。141。もともと郷土料理であるため、使用される小麦粉は、武蔵野大地で生産されたものを使用することが原則である。麺は一般的なうどんよりも太く、色はやや茶色がかっている。加水率は低く塩分は高めである。腰がかなり強く、食感は力強いものでゴツゴツしている。食するときには、 麺は、ざるに盛って、ざるうどんもしくは、盛りうどんとする。つけ麺の汁は、かつおだしを、おもとした強い味で、甘みがある。しいたけ、ごまなどを具として混ぜたものを、温かいまま茶碗ないし、それに近い大きさの器に盛る。ネギや、油揚げなどの薬味を好みで混ぜ、汁をうどんに絡ませて食べる。豚肉の細切れを具にしたメニューの、肉汁うどんなどは明治時代中期以降の食べ方で、 商業化された武蔵野うどんの店舗では、肉汁うどん、きのこ汁うどんが武蔵野うどんであるかのように近年売り出しているが、武蔵野うどんとは、武蔵野地方で手打ちうどんと呼ばれる腰の強いうどんの麺を指す、用語である、天ぷらうどんのような食べ方は、もともとなく、糧と呼ばれる具がつく程度である。また、明治維新以前から、北多摩の農村部地域では、うどん汁に十二個を入れていた。 地元郷土料理の食べ方は、本家に正月、お盆に集まりざるなしの大皿にうどんを盛り、熱い汁を味噌汁の汁碗に入れて食す。汁はすぐに冷めるが、汁のおかわりは普通である。すべてのうどんに共通する事項の一部は省略する。一般に、うどんは蕎麦と比較して、製作を始めてから完成するまでに時間がかかるため、店舗では小麦粉をこねて、 強い腰を出すための足で踏む作業をあらかじめ済ませておく場合がある。ここから先の打つ作業はガラス張りの部屋で行われ、その様子を順番待ちをしている間などに見ることができるようになっている店も多いが、足で踏む工程が最大の特徴である強い腰を出すための大切な要素ともなる。うどん打ちはまず太く短い棒を使って徐々に伸ばしていく。 しばらくしたら細く長い棒に変えてさらに薄く丸く伸ばしていく。円形の直径が1メートルほどになったところで小麦粉を振りかけ棒に巻きつけて粉をなじませる作業を数回繰り返す。これが終わったら棒に巻きつけた面を屏部状に折りたたみ、それを包丁できる。元が円形のため折りたたんだ端と中心では面の長さに大きな差があり。 端では10センチメートル程度、中心では1メートル近くの長さになる。また包丁を使った手作業のため、目の太さはまちまちである。汁は削り節の出汁を主にしたものは全て共通である。そこに具を投入して温めたものを程よく冷ましてから食べる。出汁よりも醤油が効いており、具によってメニューが決められる、主に以下のようなものがある。この他にも具や油を一切加えずに、 だしだけの汁を冷ましたものを用意している店もある。この汁は、冷や汁と呼ばれるが、武蔵野うどんと範囲を、ほぼ同じくする、すったてとは、全く異なったものである。汁は厚く、具は鰹節、豚肉で、薬味はネギである。地元では旧来、手打ちうどんと呼称されており、190、武蔵野うどんという呼び方が古くから存在したわけでは、ない。 武蔵野という地域名から発生した呼び名ではあるが、地元での伝統的な名称ではなく、香川県の讃岐うどんと同様に後に付帯された、名である。しかし、いつ頃からそう呼ばれるようになったのか、その経緯は不明とされている。190、うどん研究家の加藤ゆう次は2000年9月の朝日新聞への寄稿で、自分が命名したものだと述べている。ありがとうございます。